小豆島出身の作家坪井栄にちなみ、毎年香川県内の小中高校生から作文を募集していて、今年は13校から78点の応募がありました。最優秀作品に贈られる坪井栄賞には、都野小小学校6年の平林博明さんの作文、僕とノブが選ばれました。脳性麻痺で歩くことができない双子の兄について書かれていて、障害をかわいそうではなく、一つの特徴として捉える自然な思いが伝わってくると高く評価されました。ノブやハンデのある人をかわいそうだったり、他の人と全て違うのではなく、少しの違いがあるだけでほとんど一緒で、みんなと同じように遊んだりしてほしいと思います。